これが日本一スピンの効いたカーブです。本当ですか、はい、すごい投げ方してる人がいるなと。あ、多分本当に変わった投げ方してると思うんで、はい、メキシコのサマーを、2ヶ月程度と若手のインタビューで今回呼んでもらって、はい、それで2ヶ月ほどプレーさせていただいて、はい、6試合プレーオフも合計して先発させてもらって防御率1点台おイニング以上に雑三振取れて32イニング36本三振取ってフォアボールが4つとかだったんで、はい、メキシコで通用した最大の武器がメジャーとメジャーの傘下のマイナーとあとメキシカンリーグと NPB のカーブのランキングがあって、はいまあ、メキシカブリーグが僕が1位だったんですけどスピン量ですか、はい、スピン量です。その1位が NPB1 位の小笠原慎之助君より僕の方が上だった。あれだからカーブだったら回転数だったら負けないですね。カーブに絶対の自信を持つ男、マックス回転数はなんと3400。あのソフトバンクモイネロ投手や中日ドラゴンズ小笠原投手よりもスピン量は上というデータも。改めて平間凛太郎投手とは、野球歴はご覧の通り、名門校から社会人企業独立リーグへ進みメキシカンリーグで活躍。ちなみに今日ニュースになった元楽天安楽投手が挑むレッドデビルズに所属していました。四国アイランドリーグでは圧倒的な成績を残し NPB も注目。昨年は怪我もありながら自己最速の154キロを記録し進化をし続ける男。大谷翔平世代です。いやいや、もう神分けだよ。僕ね、試合したことあるんですよ。花巻東が先発出て、そのまま花巻東でそのままずっと周りで練習試合しながら岩手に帰ったらしいんですよ、はい、でその途中で僕、高校山梨学院なんですけど、その日は花巻東と上層学院って言われたの、はい、三つどもえで、僕上層の方投げちゃったんで直接対決はしないんですけど、あ、惜しかったですね、はい、で山梨県当時の記録で149キロ出したんですよ、はい、で、高3の時出して、はい、で、結構取材されてたんで、はい、次のスポーツ、昨日スポーツ新聞楽しみだなと思ったらその日の一面に大谷翔平169って言ったりまして今僕は本当にそのメキシコでウィンターリーグやらせてもらってたおかげで、はい、野球一本でやらせてもらってる感じです、まあ、その時の、まあ、お給料そうですそうですそうですそれでやらせてもらってるんで。実は平間投手、本日某新規 NPB 球団のトライアウトを受験しており、合格すれば今年はそこでプレーするとのこと。よし、お構わせ、ありがとうございます。それ、日本の球団、まあ、受かればそこに行くんでしょうけど、はい、もし受かんなかったらどうするんですか。あとは1個はチェコの話をいただいてるんで。チェコ、はい、ああ、ナイスボール。カーブだな。3063回です。すでに。はい。よっしゃ。うわ。球速は20ぐらいですか。今120です。もともと自信のあったカーブですが、メキシコでは通用しなかったらしく。向こう標高めちゃくちゃ高くて。標高2500の中で野球やってたんですよ。はいはい、めちゃくちゃ飛ぶやつです。そうです、めちゃくちゃ飛ぶし、しかも標高高いで変化球で曲がらないんですよ。あ、ほん。びっくりしたのが、僕のカーブ、まあ標高0メートル地帯と標高2500の地帯で、はい、変化量がカーブ20センチ違うんですよ。だいたいボール3つぐらい違うんですよ。はいはいはい、バッター有利って言われるのはそこに理由があって、なるほど、いくら思いっきり僕が変化球曲げても変化量出ないんで、うん、バッターからぬるく見えちゃうんですよ。はい、なのでそこで決まったと思ったカーブでファールにされたりとか、はいはいはい、まあ、そういうふうなことがあったので、変化球にちょっとスピードの差をつけて、はい、
で例えばカーブだったら僕普通に投げて120キロぐらいなんですけど、はい、そのカーブを110キロのカーブにしたりとか、ちょっと125キロの遅めのスライダーを投げたりとかして、はいはい、それでちょっと変化の差をつけたことによって前後で変化、そうです、それで打ち取りになりましたね。なるほど、今までそれも本当にいいカーブ1種類だけだった、はい、もうカーブは基本的に1種類だけで、もっともっといいところに投げなきゃとかそういうふうに考えたんですけ ど、そうじゃなくてこれを急速さを入れるとこんな感じになります。わーわー、落差変わった、カーブはー一人で大きく超えすぎないというか、はい、浮かせすぎて今度曲げすぎちゃうんで、あどっちかというと今のカーブが昔のカーブだったんですよ、はい、で、速くしたんですよ、パワーにしたら。なるほど、だ初級のパワーカーブはあれ、フルスをあれ、はい、まっすぐな絶対に、ありがとうございます、プルス、うわプルス、うわもう、こう錯覚みたいになる、まっすぐが階級の幅を増やした結果か、もう最後の、はい、プレーオフも6回途中実績点0で最後に来た。その時の実際のピッチングの様子、平間投手の YouTube にも上がってるのでそちらも見てみてください。ウィンターリーグとはいえリアルガチで戦っておりました。こんな風に人知れず異国の地で戦う日本人ピッチャーがいたんですね。しかしでピッチャーつないでつないで8回の裏クローザーが出てったんですよ、はい、でそのクローザーのピッチャーが2アウト満塁で相手のバッターが去年までその自分がいたチームに所属してたバッター で、はい、でそのバッターに右中間スリーベース打たれてで3点取られて4-3になっちゃってで試合後またそいつがいろいろとベンチに向かって暴言吐いたりとかいろいろしたら記者のそのチームが3連勝で優勝し決まったはずなのに乱闘が始まりました。そこからやばー、でもその参加したんですか。やべえ行かなきゃ行かなきゃとか言って、まあ、うわーなんか騒いだ中で乱闘始まってえみたいな、やばい行かなきゃ行かなきゃって感じで参加しました。スライダーで、はい、横ですか。横です、横ですけど一つ裏向けです。はい、うわなるほど、山もないし斜めのまさにスラウト系らしい。そうです、あと基本なんかこう全部球に迫力がある。そうです、しかもだからパワーがあるのが僕の特徴なんで、はい、やっぱりその球速がどうしても NPB とか MLB 目指すのが足りない分やっぱ力の強さで勝負しないといけないんで、はいはいはい、そこは絶対なくしちゃいけない部分だと思います。あれ40出ましたね。あで今2150出たんで1回でそんな程度だとびっくりします。そうです、伸びるボールではないので回転数少ないですし、はい、
すいません、やりすぎた。42ぐらいですね、今のは。変化球についていけなくなってきた。いや、でもしっかりとやります。圧倒的暴投王なんですよ。っていうのはなんでかって言ったらワンバンのカーブ全部取れないんで。いや、そうだよな。すんごい申し訳なかったですね、キャッチャー陣に。ワンバンしたカーブがスピン効いてるから跳ね方多分違うんですよ。そうです、そうです。それで監督たちがものすごく怒られてたんで、キャッチャー陣が。ああ、かわいそう。すんごいかわいそうですよね。だんだんサインカーブのせいに出したくなくなってくるですね。最後の調整ということでね、これ言ったら逆に俺がアトライだった。自分もテストに向けて今日が最後の調整になるので、大発さん全力で抑えさせていただきたいと思います。大発さんの大金の動画は結構その YouTube に上がってるやつでしたりとか、あと結構あの実業団チームと社会人チームと対戦してる動画を見て、どういうボールっていうのかなっていうのはちょっと調べてきたんでどこでデータ使ってるカーブしか今回なかったです。
カーブしか投げようと思ってなかったです。44ありがとうございました。すごい気持ちよかったっす。最高の状態でこれでトラウト迎えると思います。それにしても今年30歳の平間投手、ここまで野球にこだわる理由とは？野球がやっぱり何よりも一番好きで、野球のおかげで自分はここまで生きてこれた。何よりも野球に恩返しがしたくて、で野球で出会ってきた人もいろんな人もいますし、そういう面でやっぱり自分にとって野球の形が一番恩返しができる。家族でしたりとか友達もそうですし、指導者もそうですし、周りの出会った方々、本当に自分なんか本当に大したことなくてずっとやってきましたけど、高校の時代でもずっと控えですし、そういうピッチャーにもかかわらず応援してくれてる人がいる、才能ない自分に対して応援してくれる人がいるっていうことに対して、やっぱりそこは精一杯全力で応えたいっていう思いですね。それでしっかりまずは野球をやりきった上で、その後も野球と携われるような形、それが今何かわからないですけど、今それを探している段階ではあります。プレイヤーでもありながら、そうです、将来 の, その野球の恩返しの部分も探ってるってこと。そうです、そうです。で、その代わりプレイヤーである以上、プレイヤーで全力を尽くします。うん、そうしないと通用なんかしない世界だと思うので、もう全力で上を目指して、この1年間、まず戦って、それで終わった後にちょっとそこは考えたいなと思います。今季、そのカーブはどこで見られるのか、平間投手、野球人生の最終章へ進んでいきます。